今皆様傍聴していただいた通りですね、今日判決公判がありまして、最初の起訴からすると2年半ぐらいですかね、という長きにわたる公判の結果が今日出たということで、まだ確定はしてなくて、検察官弁護人それぞれから控訴ができるんですけれども、そのまませずにですね確定するのかなというちょっと個人的な感触は今持っているところです。主文自体は懲役1年および罰金10万円ということと、懲役については3年の執行猶予がついて訴訟費用を国の負担とするというところで、ほぼ、休憩をなぞった形での判決になっておりますと。ニュースでたまにあるようにですね、その懲役、休憩を上回る判決を言い渡すことも裁判所はできるんですけれども、あえてそういうことはしなかったというところで、検察の評価を、上塗りするような形になっていることは残念であるなということは思います。判決の最後の量刑理由のところでも、虐待罪ですとか殺傷罪が法改正で厳罰されてきた経緯だということにも触れられているので、やはりこのことはよく分かっていると、裁判所もよく分かっているよということが、あえて指摘されている中で、先ほど大杉さんからもあったように、目的と手段の話がそれぞれ分けて語られていて、目的自体は正当なものである、不当なものではないよということが指摘されたけれども、その手段が相当性が欠くものであったと、専門家にちゃんとやらせなくて自分でやったんだというところが相当性が欠くので、社会通念上許容される場合ではないということで、みだりに傷つけたというような評価になっているということです。目的が果たしてこれが正当なのかということは、大いに問題があるというか疑問であるということは言えるかなと思います。これからはまた判決書などもこちらの方で入手をしまして精査をするんですけれども、ただ我々のこの告発人団体の立場からは何も言えないというのが、これも制度の壁になるんですが、検察庁とか被告人のように異議申し立てが何もできないわけですから、こちらは見守るしかないということとか、この判決を踏まえてどのようなエヴァの活動に生かしていくのか、展開していくのかということにこちら側としてはなっていくというふうに考えております。概略の説明としては以上の通りで、エヴァのスイムコレジシャの方からまたコメントをお願いします。休憩を上回る判決がもしかしたら出るんじゃないかっていう、本当にこうわずかに期待にかけたんですけれども、全く期待外れの判決でした。本当に悔しいです。44条の第1項の殺傷罪の罪が認められたことは良かったと思うんですけれども、やはりその目的が不当なものではないっていう、その言葉に本当に納得がいかないんですね。お金のために動物を傷つけ苦しめたことに対して不当じゃないってどうして言えるのかっていう、その辺は私たち市民とこの司法の感覚の違い、ものすごいその意思に乖離があるなっていうところから本当に愕然としました。もう本当に心底怒りを感じますし、納得がいかないです。司法的には猟奇的なものではないって言うことをおっしゃっているわけなんですけれども、お金のためにこれだけの数の400頭を超えるような動物に対する虐待と狂犬病予防法違反と、そして無麻酔の帝王切開っていうものをずっと14年間分かってるだけで続けてきて、裁判に乗ったこの数だけじゃなくって、本当に多くの動物たちが痛み苦しみを味わって帝王切開されたわけですから、それに対して本当にこの軽い量刑っていうのは本当に納得いかないです。今後、本当にペット事業者がこの判決を受けてどんな風に自分たちの事業のやり方を改めて来てくれるのかっていうところに全く期待が持てないんですね。私から言わせれば、私だけじゃなくて多くの市民から言わせれば、猟奇的なこういった動物虐待と同じだと思います。この事業者の虐待も何ら変わりないと思います。もう私たちはこれ以上何もなす術がないわけなんですけれども、本当に今後厳罰化して、本当にその5年以下500万円以下の厳罰化っていうものが実現して、その後、こういった判決しか出ないっていうところに本当に先真っ暗というか、今後私たちはどうしていったらいいんだろうっていうことを本当に改めて考えさせられました。そしたら、今日の今のコメントも含めてですね、質疑に入りたいと思いますので、どなたかご質問ある方お願いします。先ほども判決を受けて今の気持ちを伺いましたが、今日の判決どういったお気持ちで見守られていたかなっていうのを改めて伺っていきますでしょうか。もうすでに休憩が出てましたから、大きな期待をしていたわけではないですけれど、せめて休憩を上回る判決であってほしいという、願うような、もう本当に祈るような気持ちで臨みました。前の休憩が出た時のお気持ちと、それから今日まではどんな風に もう休憩が出た時点でもう絶望的だったんですけど、心が折れそうになったけど、絶望的な気持ちだったんですけど、でもやっぱり最後の最後まで諦めたくないっていう気持ちがすごいあって、それはやっぱり何十年にもわたって
本当にひどいことをされていたわけですよ。人間のお金に対する欲望というものすごい汚い欲望のためにひどい目になってきた。その痛み苦しみは私たちがどれだけ想像しようと想像絶するものだと思うんです。想像に足りるものじゃないと思うんです。そういった人たちのことを考えたらこんな判決でいいのかって悔しくてたまらないです。日本のその司法ってどうなってるんですかって、なんか本当に何かが止まってしまってませんかって、感性ってどうなってるんですかって、人の心があるんですかって、本当に期待し、何か本当にもう時代が止まってしまってるような感じがします。一応休憩の1月からですね、今日の5月までの間何もしてなかったわけではなくてですね、検察の休憩の低さに問題があるんじゃないかということで、4月の段階でですね、要望書っていうのを検察庁に出していまして、その中では弁論は1回終結してるんですけども、再開をしてその中でまた休憩をやり直してくださいと、もうちょっと高い休憩をしてくださいっていうことも要望はしています。で、検察庁もそれは一応受け止めてですね、これ一部の事件ですけれども本庁含めて検討はしたようなんですけれども、結論としては休憩は変えずにということで今日の判決に至っているということで、その要望書の中では当然、今ご指摘のあったように猟奇的な犯行であるから休憩も少しその程度にとどまっているんだっていう、おそらくそういった理由でなされているんですけれども、それはそれとしてですね、利欲目的での事業者の殺傷罪の量刑を低くする理由にはあんまならないんじゃないですかということは言っています。これは人間の場合でもそうですけども、その単純な怨恨のようなもので殺傷するような場合と、あとお金と絡んでですね、強盗を絡めた殺傷とかすると非常に重たくなるわけなんで、利欲目的で人間の体生命身体を害すると非常にもともと法定刑が全然違うものですから、そこは当然そういうのは悪いんだということがですね、前提となって法定刑が重く予定されています。そのことと動物のことを同じように考えれば、単純な利欲的な殺傷事案とプラスアルファになっているような殺傷事案というのはどちらも悪いでしょうということが言えるのかなと思って、その辺も要望書には盛り込んで書いてますが、結果はその今申し上げたとおりでは検察庁の考えは変わらないんだということになっています。その要望書について今回の判決を受けて、また再び改めて要望書を提出したりだとか、そういうアクションを取る可能性は十分あり得るでしょうか。気持ちとしては本当にとことん食い下がりたい気持ちは十分にありますけれど、それを果たして受け入れられるものなのか。そうですね、おそらくはこの事件の中でやっていくことについては意味がないので、裁判所検察庁言われてもどうしようもないっていうのがあるので、そこに労力を割くよりは、おそらくはこの事例が確定すれば、このひどい事件についてこの程度の司法の評価なんだということを受けて、それをエヴァの活動なりにつなげていくということが、それしかできないし、そっちの方がまだ意味があるというか建設的なのかなというふうには私は考えています。ある程度この判決を精査した上で、今後の活動で、判例の一部として紹介したりだとか、周知に努めていくということ。そうですね、厳罰化されてこの程度の運用しかできないんだったら、もっと厳罰化が必要なんじゃないんですかっていうことは、一つ分かりやすい話として考えられるし、あとはちょっとこの話は量刑とはまた別なんですけども、我々のエヴァとかですね、告発人の立場っていうのはやはりまだ部外者というか蚊帳の外の立場でしかないので、犯罪被害者がかつては同じようにバーの外で取り調べの対象でしかなかったのが、法律ができて尋問したりとか論告休刑が別個にできるようになったように、同じようにですね、どんな動物団体がやっていいわけじゃないんですけども、一定の条件を満たした団体が動物の代弁者として、バーの中で刑事手続きに関与していくってこともこれからあっていいんじゃないかなというふうには思ってます。はい。杉本さんたちが前回の法改正の時に、ものすごい人物で5年以下、500万円以下の差し押さえになったわけですが、今回、休憩も1年、判決も1年ということで、厳罰化の、意義というものが、生かされなかったというふうにも見えるわけですね。でかつ、厳罰化が進んだのに、彼にとっては抑止効果はなかったわけじゃないですか。そういう意味で、今まさに諸党派議連が2025年に向けた法改正の議連も議論を進めてますけれども、さらに重い罪みたいなことを課していくような運動を今後、検討されるってことはあるんですか。そうですね、それもやはり絶対やっていかなければいけないんじゃないかということをすごい感じたんですね。本来ならば前回の法改正の時も、5年以下500万円以下っていうのは私たちの感覚の中では十分じゃないと思ってたんです。ただ現実的な問題でやはりそれを厳罰化する難しさっていうものをやはり専門家の皆さんからもお聞きし、国会議員の皆さんからもお聞きし、あまりにも重い刑だと実現しないんだろうなっていうのが感覚的に感じたんです。
ので器物損壊の3年以下よりも重くてギリギリ現実的に法改正が実現する年数っていうことで、まあ、5年以下500万円以下というふうにしたんですけれども、まあ、今後もっと重い厳罰化を目指して運動していくっていうことも視野に入れなければいけないのかなっていうふうに感じています。全く本当にその厳罰化が量刑に対して影響を与えなかったっていうこの事実をやっぱり受けて、何かしら強いアクションをもっと必要だなっていうふうに思いますし、まあ、改めて本当にこういう問題のこう根源になっている動物を商品として展示して販売する、まあ、ペットショップっていうものの事業形態ですよね。こういったものに対してもさらに強く物申していきたいなというふうに思っています。全国的に見るとですね、去年警察庁が発表している数字を見ると、去年が動物虐待の検挙数が過去最多だったということもあると思うんですが、そういった背景にはどんなことがあるとお考えになっておられますでしょうか。動物虐待の検挙数が上がったっていうのは、やはり市民が動物虐待に対する厳しい目を持ち、そして通報件数が上がったっていうことにつながっていると思うんですね。なので動物虐待自体が激増したっていうのは、やはり世の中の動物虐待は許さないという意識がものすごく高まったというふうに感じています。だから余計にこの司法とのこの感覚の対立っていうものの開きをものすごく強く今回も感じました。あと補足しますとですね、警察のレベルでの動きっていうのは感覚的なものですけども、かつてよりはかなり積極的になったんじゃないかっていう気がしていまして、それはやはり法改正で厳罰化されて、これまでのような軽微な犯罪じゃないんだよというのは明らかですから、警察の中でも位置づけが変わってきて、以前よりは積極的に取り組むようになったんじゃないかということは言えると思います。ただやっぱり警察より先の検察と裁判所っていうのがまだそこに追いついてないのか、まあ、分かってるんだけどもよく分からん理由で、まあ、今回みたいに腰砕けみたいな判決になってるのはよく分からないところです。今小塚先生おっしゃった通り、警察の方々はものすごく動きがもう昔と本当に違うなってことをすごく感じてます。刑事告発の際も何ですか、すごい温度を持って捜査に向かってくださってるっていうのが本当によく伝わってくることがあります。初めてのペット業者であったりだとか、まあ、実際に新しくペットを飼われる市民の方に持ってほしい意識であったりとか感覚っていうのがありましたら教えていただければと思います。やはり生態展示販売で小さな子犬子猫がショーケースに並んで、常にショーケースに並んでいてっていうことの意味をしっかり考えていただきたいんですよね。そのバックヤードで、まあ、どれだけの多くの子犬子猫が待機しているかって、まあ、要するに乱繁殖、大量生産、大量流通、乱繁殖させられているから、まあ、こういったビジネスが成立しているわけだっていうことなんですよね。目の前のペットショップがいくら健全を装ってたとしてもですね、それは消費者が目にするこれも一部だけなんですよね。その背景には本当にもう痛ましいいろんな虐待ってものがあって、こういった事業が成立しているわけですから、まあ、そういったところをしっかり想像していただきたい。でこういった事業をもう継続させるのも終わらせるのも、まあ、本当に消費者次第なんだっていうところをしっかりと意識していただきたいなっていうふうに思いますね。で本当にその子犬とか子猫の時期からこう犬種とか特定の、ね、猫種とかにこだわられる方がいらっしゃるならば、きちんとした有料な研修猫種専門の、まあ、ブリーダーさんのところに行ってですね、本当にきちんとその飼育環境を見て、その親犬親猫を見てですね、そこに虐待がないのか健全な状態でブリーディングされてるのかっていうことをきちんと確かめてほしいです。それがやっぱり消費者のモラルだと思います。まあ、こういった本当に悲しい虐待を、まあ、これ以上続けさせないためにも、もっともっと消費者としていろんなことを知り、モラルある行動、消費行動っていうのを心がけていただきたいっていうのも本当に心からのお願いですね。今回の判決を受けてエヴァとして、まあ、軽い判決を受けて今後の活動に今回の判決をどういうふうに生かしていくですとか、これを踏まえてこういう活動をしていくとか、今後その注力していく活動、判決を踏まえてあればお願いします。まあ、こういった、まあ、今もちょっと重複すると思うんですけれども、まあ、こういう子猫を商品として展示して大量生産大量流通させていくビジネスっていうものには、動物の痛み苦しみがセットであるんだよっていうことを消費者の方にもっと伝えなければいけないということと同時に、やっぱりペット事業者に対する規制ですよね。これをさらに強化しなければいけないっていうことを、まあ、法改正際にですね、国会議員の方々にしっかりともうさらに強く提言していきたい。
お伝えしていきたいというふうに思います。もう今のままの、本当に法改正は回を重ねていって、厳罰化したりとか、いろんな省令が制定されて事業者に対する規制も少しずつは進んできましたけれど、まだまだ今の状態では抜け道だらけなんですよね。でしかもきちんと行政がそれを監視して、改善させて、で問題があればその事業をやめさせるっていうところまで、しっかりと持っていくことができていない、そういったところにも問題があるので、やはり簡単にこういう事業者を生み出さないような、さらに厳しい事業者規制っていうものに対して、さらに声を上げていきたいなというふうに思います。そしたらじゃあこれで今日の会見は終わりにさせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。